キュウリ。キュウリ、キュウリ、ククミスサチベスエルトは、ウリカキュウリ族のツルセイ一年草、およびその果実のことである。野菜の一種として食用にされる。かつては熟した実も食用とされたが、甘みが薄いためにあまり好まれず、現在では未熟な実を食用とするようになった。インド北部、ヒマラヤ山麓原産。日本では、平安時代から栽培される。 漢字表記で使われるキュウリの子という字は中国から見た西方諸民族を指しシルクロードを渡ってきたことを意味している。キュウリの古称は漢字で木工、またはキュウリ、キュウリ、現代中国語でもと書いていたことに由来する。上記の通り現代では未熟な緑色の実を食べることからあまり知られていない。熟した実は黄色くなる。 今と異なり古い時代はこれを食べていた。なお、現代では、木工は、パパイヤを刺す。温暖な気候を好む鶴製の植物である。栽培されている、キュウリのうち、3分の2は生で食することができる。種子は、アン発芽種子である。死ゆこと花ではあるが、単ため結果を行うためお花が咲かなくとも結実する。主に黄色く甘い香りのする花を咲かせるが、 生育ステージや品種、温度条件により尾花とメバ花の比率が異なる。おおむね、尾花とメバ花がそれぞれ体になる形で花を咲かせてゆく。葉は、巨子状で大きく、果実を直射日光から防御する日よけとしての役割を持つ。長い円形の果実は、成長が非常に早く、五十センチメートルにまで達することもある。熟すと苦みが出るため、その前に収穫して食べる。 日本では収穫作業が1日に2から3回行われる。これには日本市場のキュウリの規格が消化であることも影響している。夏は、露地栽培、秋から初春にかけては、ハウスでの栽培がメインとなり、気温によっては暖房を入れて栽培することもある。しかし、2003年から2008年の原油価格の高騰により、暖房をかけてまでの栽培を見送る農家も少なくなかった。 果実食は能力が一般的だが、単力や白のものもある。根の酸素要求量が大きく、果実により土壌の基層が小さいと、悪条件下では根が土壌上部に集中する。生産工は2004年、2005年は群馬県が第一位であったが、2006年からは宮崎県が第一位である。キュウリは古くから食用の野菜として栽培されている。 果実成分の95%程度が水分とされ、栄養価は非常に低いが、歯ごたえのある食感とすっきりとした味わいがある。水分を多く含むことから暑い季節、地域では水分補給用として徴用されてきた。紀元前4000年前にメソポタミアで盛んに栽培されており、インド、古代ギリシア、古代エジプトなどでも栽培された。その後、六世紀に、 中国、9世紀に、フランス、14世紀に、イングランド、16世紀にドイツと伝播していった。アメリカ大陸には15世紀末、クリストファー・コロンブスがハイチに持ち込んだのを端緒に、普及していった。キュウリを鉱物とした、歴史上の有名人として、ローマ皇帝ティベリウスがいる。中国ではかつて、ビルマ経由で伝来した水分の少ない南電子が、普及し、 シルクロード経由のみずみずしい北電州の伝来まで、この南電州を完熟させてから食べるのが一般的であった。後に南電州は漬物や酢の物のに北電州は生食に使い分けられることになる。南電州の伝来後、日本でも江戸時代までは主に完熟させてから食べていたため、キュウリと呼ばれるようになった。日本では1500年ほどの栽培の歴史を持つが、 完熟した後のキュウリは苦味が強くなり、徳川三つくには毒を多くして脳なし、植えるべからず、食べるべからず、貝原駅剣は、これ、ウリ類の下品なり、三しからず、かつ消毒ありと、はっきりまずいと書いているように、江戸時代末期まで人気がある野菜ではなかった。これには、戦国期の医学者、真瀬道蔵の 千金本蔵などに書かれたキュウリの有毒性に関する記述の影響があると見られている。安土桃山時代以前にはキュウリに近畿は存在せず、平安後期の往来物、新猿楽器に登場する美食趣味の婦人、七のおもとが列挙した鉱物の一つに、キュウリキが入っている。イエズス会宣教師のルイス・フロイスは、著書、日欧文化比較で、日本人は、 全ての果物は未熟のまま食べ、キュウリだけはすっかり黄色になった、熟したものを食べると分析している。幕末、キュウリの産地だった砂村、現在の江東区で、キュウリの品種改良が行われ、成長が早く、歯ごたえや味が良いキュウリができて、一気に人気となった。鶴を支柱にしっかり固定し、這わせる方法と、地面を這わせる栽培法がある。 共に10度以下の低温には弱く、また25度以上の高温にも弱い。売りかの植物同士の連作にも弱い。最低でも3年を空けて植えるか、次木苗を使う。根が浅いため乾燥に弱く、高温乾燥が続くとあっという間に、うどんこ病などの病気にかかりかれる。種まきの時期をずらしながら栽培することによって、秋まで収穫できる。 南黄色アザミウマの媒介するウイルスで、キュウリオーカイソ病にかかり株が枯れ、収量が減る被害が報告されている。岐阜県農業技術センターにより、赤色の防虫ネットを導入した予防策研究開発が進められている。非常に種類が多く、世界中で500もの品種が栽培されている。現在、商業目的で栽培される品種の多くは、海一。 F1 と呼ばれる一大雑種品種である。分類法はいくつかあり、果実の性質によれば白い母系と黒い母系に大別される。その他の品種、その他にピクルス用の品種もある。日本での経済栽培はネットに伝わせるか紐で吊り下げて行われるので、鶴が自然に上に向かって伸びる品種が使われる。鶴が上に向かって伸びない品種は頻繁に誘引するか、 ネットを使わずに、地配栽培する。家庭菜園では、省力栽培できる、地配品種が使われることも多い。親鶴の各節に、目花がつくタイプを、節なり、または、親鶴タイプなどと呼ぶ。親鶴には、ほとんどつかず小鶴や孫鶴に多く、目花がつく品種を、小鶴、孫鶴タイプなどと呼ぶ。また、この中間型のものは、飛び伏しと呼ぶ。ただし、 着火修正は、少数の遺伝子で決まるわけではなく、ひなが、気温、日照、肥料、株の老若などの影響も受ける。一般には、単日、低温で不死なり性が強くなる。火南型、河北型、イギリス温室型、高温に弱いスライスキュウリ型、ピクルス型など主に5系統に分類される。生のまま味噌やもろみをつけてかじったり、サラダ、寿司、かっぱ巻き、 酢の物、あえ物、塩もみなどで食べたりするほか、カッパつけ、奈良つけ、醤油つけ、わさびつけ、ピクルス、おいキムなどの漬物の材料として使われる。日本の料理で加熱調理されることは少ないが、中華料理では煮物や炒め物としても利用される。トルコ料理の、ュク、スペイン料理のガスパチョなど、スープにして食することも多い。イギリスのアフタヌーンティーには、 キュウリサンドイッチが欠かせない。キュウリの調理の際には、表面を滑らかにして、色を鮮やかにするため、塩を振ったまな板の上で転がすようにして塩をすり込む、板ずりと呼ばれる調理法が用いられることも多い。最近では、キュウリの表面に出るブルーム、白い物質が農薬と紛らわしいという理由で嫌がられ、ブルームレスキュウリが多く作られている。 ブルームのないブルームレスキュウリは通常のキュウリと比べ皮が硬い。そもそもこのブルームはキュウリの水分が蒸発するのを防ぐ物質だがブルームレスキュウリは通常のキュウリより味が散ると考える人も多い。ブルームレスキュウリは専用に育種したカボチャを代二として接ぎ木することによって作成できる。取れたばかりのキュウリにはバラのトゲのようなイボがあり素手で触ると痛い。 このイボは鮮度が失われるにつれて硬さを失っていくためこの性質をキュウリの鮮度を見分けるための目安にすこともできるイボの部分に雑菌などがつく恐れがあるため近年ではイボのない品種も開発されているまだ実が小さいうちに収穫したものをもろきゅう、もろみきゅうりを略した言葉でもあるといい主に生で食べるさらに未熟で花のついたものは 花丸きゅうりと呼ぶ。ただし、地域によって呼び方や規格が異なることがある。品種改良によって苦味を取り除いたきゅうりも登場している。きゅうりは全体の90%以上が水分で構成されており、100g、新潟県出荷規格 S サイズ1本分相当、あたりの熱量が 14kcal ロロと非常に低いため、ギネスブックにおいても、 リーストカーラリフィックフルーツの登録名で認定されている。他方、ビタミン、各種ミネラルなどの栄養素においてもビタミン系、1 0 0ム、あたり34マイクログラムや銅、1 0 0ムあたり0 1 1ラム、モリブデン、1 0 0ムあたり4マイクログラムを除けば1 0 0ムあたりの、含有量は1食分の摂取目安量の低,く程度と低い数値に収まっている。またキュウリには、 ビタミン C を酸化させる酵素、アスコルビナーゼが含まれているため、キュウリを食べるとビタミン C が破壊されると言われているが、実際は酵素作用によって還元型ビタミン C から酸化型ビタミン C に変異されるだけである。一方で酸化型に変わったビタミン C でも体内で還元型に戻るという可逆的性質を持っているため、今日では生理作用も 還元型と同等であるとされている。キュウリを食することでビタミン C が破壊されると言われた理由として、過去にはビタミン C は還元型だけに生理作用があると考えられてお、酵素によって酸化型に変化したビタミン C には生理作用はないものと考えられていたことが挙げられる。そのため酸化型ビタミン C はビタミン C としてカウントされておらず、 ビタミン C 量が減少したように見えたという背景がある。しかしながら前日の通り、酸化型ビタミン C であっても体内で還元型に戻るため現在では還元型と酸化系を合わせた総ビタミン C 量を記述すことが一般的である。かつてキュウリはデザイナーフーズ計画のピラミッドで三群に属していた。三群の中でも発火、オレガノ、タイム、 朝月と共に三群の注意で、がん予防効果のある食材であると位置づけられていた。このように栄養価は低いものの、ダイエット向きな食材として、特に食事の最初にとる、要推奨する本もある。水分が多くてカロリーが割には、食べ応えがあるため早く満腹感が得やすいことや、キュウリに含まれる酵素ホスホリパーゼに、脂肪分解作用があることが、理由に挙げられている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。